はい、皆さんこちらはヌリグリフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015のスタープレイヤーモードですね、選手兼任コーチ高橋由伸読売巨人軍でのプレー続きを、始めていきたいと思います。今日はですね試合はないんですが、明日からベイスターズそしてタイガースとの、6連戦が控えているという状況で、由伸はですね今ゼフ情報かつ疲労が溜まっているという状況なので、ちょっとアシスタントを雇ってですね調子とあとは疲労ですね、回復していきたいと思います。この鍼灸師は疲労が回復するって言ってますので、まずこの鍼灸師さん可愛らしいですね、契約しましょう。あとはこの視圧しかちょっと男なんで微妙なんですけど、このちょっとしかもあれだな、ザンスっていうのがまたちょっとあれですけど、契約しましょう。で早速ですね仕事の依頼をします。であとは鍼灸師さんにも仕事の依頼をしましょう。これで、調子が真ん中に戻ってきて疲労も145まで減りましたか。そしたらここで休息を入れて完全回復しますね。さあこの状態で横浜に乗り込んで、DeNA との戦いになります。相手の先発は三浦大輔ですね。浜の番長こと三浦大輔。由伸は4番ですね。そうだな、井端と打ち合わせしようか。どうしようかな、勝ち越しだと感じしますか。さあ始めていきましょう。ちなみにですね、パワちゃんのツイッター始めましたので、もし、よかったらですね、そちらの方もチェックしていただければと思います。ツイッターのリンクはですね動画の説明欄のところにリンクを貼ってありますので、そちらの方から確認していただいてですね、ぜひぜひパワちゃんのツイッターの方もですねフォローをお願いしたいと思います。さあそんなこんなで試合の方が始まります。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。中畑清監督公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツの4回戦です。さあまずは1回の表、浜野番長三浦大輔を攻めて1点取って、かつノーアウトランナー3塁1塁で4番高橋由伸という場面。打席には5番バッター高橋。ベイスターズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、まだワンアウトも取れてない三浦大輔、立ち上がり苦しんでますね。このまま一気に攻めましょう。これではバットが出ません。これはちょっと高めに浮いたインコースのフォークボール、ちょっと手が出なかったですね。さあ2球目、三振が取れれば理想的ですね。わバッターファーストを取った。これはホームに突撃しましたけど、素晴らしいプレーが出ました。得点を許しません。そうですね、残念。ただジャイアンツは2点取ってますね。そして、最初の守備機会ということで1回の裏、ベイスターズの攻撃です。裏ですがグリエルが一番なんだな。ただまあグリエルはねまだ来日多分して長いですよね。グリエルが打席に入ります。2試合当たりが出ていません。さあグリエル、まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出して見逃して三振になります。三振か。ワンアウトです。ピッチャーは小山ですね。巨人の方です。先発は小山。さあ3回の表第2打席目回ってきました。ノーアウトランナー2塁です。さあベイスターズ得点圏にランナーを背負った場面です。ここはきっちり抑えて次の回につなげていきたいですね。これストレートかな。ピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから簡単に。どうだ、これは入ったば伸びていく。どうだ、
よっしゃー、ツーランホームラン。ちょっと1球目ね、多分ストレートだと思うんですけども、打ち損じてしまったんですが、2球目ね、真ん中に入ってきたストレート、きっちりとライトスタンドに飛びました。ツーランホームラン。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランを打たれています。ちょっと力みすぎてバランスが悪くなってるんですよね。点が入りました、序盤で。いい当たりでしたね。さあ、第3打席目はワンアウトランナー一塁の場面です。打順は4番の高橋。ピッチャーはまだ三浦が投げています。ストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。まずはストレート。この打席のポイントになりそうですね。低めに外れてワンボールですね。さっきはストレートはね、ライトスタンドに運びましたけど、今度は何でしょうか。改めてお聞きします。この高橋、どういうバッティングをしてくるバッターでしょう。どうだ、インサイド落ちました。これは落ちるか。当たりはどうか。よし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 。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。シングルヒットですね。これでマルチヒット、ランナー三塁一塁となりました。さらに1点追加して5対0ということで、まあ5点あればセーフティーリードかなというところですけどね。もう1本打っていきたいと思います。ピッチャーは大田に変わってますね。捕手データ確認させてください。ベイスターズの大田、ストレートが147キロ、あとはスライダー、フォーク、この辺りのキレがありそうですね。シュートにカーブも持ち球として持ってます。これ大田なんて読むのかな。明かり、明かり、なんでしょう。あとはチェンジオブペースも持ってるというところですね。さあ、この太田との初対決。これが1球目。まずはフォークボールですね。最初は変化球できました。1球目は変化球から入ってきました。真ん中低め、フォークボール決まってワンストライクです。これは。2球続けてフォークボールですね。今度はインコースに外れてワンボールワンストライク。次は何で来るか。そろそろストレート来そうですけどね。バットは動きません。3球続けてフォークボール。フォーク4球くるかなと思ったんですけど、スライダーでしたね今は。ただまた来たね、真ん中にストレートが来た。やっぱ甘い球に来ると打ちやすいですね。多分ストレートだと思いますね。そうですね、解説もストレートって言ってますね。小宮山もホームランです。タイミングが合ってましたからね。残されたイニングはあとわずか。決定的な追加。ただビースターズに3点返されているものの、最後はね、ダメ押しの得点も取って8対3でジャイアンツ勝利。残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。吉野部が海山さん、ね、エースの先発だったんですが、残念ながらその責任を果たすことができませんでしたね。どうなんでしょうね、かなりがっかりするような内容な、今日はなかなかいい当たりが出ましたね。次に期待したいですね。っていうような、ね、そういう多分あのインタビューに答えてるんだと思います。ジャイアンツ大きな今日は勝利になりました。一方の DeNA で、今日の吉野部は4打数3安打2打点ですね。あ、2ホーマーですね。で、3打点というところです。お、今日のニュースでは DeNA と巨人戦、そして高橋由伸が取り上げられてる。あ、こうやって由伸の能力見るの初めてなんですけど、長打力は B なんだ。ミートは右打者が、右ピッチャーが E、 左が C、 そんなにすごく能力が高いっていうわけではないですね。この辺りはもう全盛期から少しは落ちてきてるのかな、もしかしたら。実際の吉野部はすごくこの辺りのミートセンスがあるんで、
あれですけど、このプロ野球スピリッツ賞ではまあこういう C っていう評価になってますね。さあ、その他の結果ですね、ヤクルト、それとタイガースがセ・リーグでは他勝ってます。パ・リーグの方ではファイターズとライオンズとオリックスが勝ってますね。パ・リーグの方はオリックスが独走してるな。4ゲーム差でソフトバンクに4ゲーム差つけて、1位独走に近いような感じですね、すでにね。オリックス今年はね、特に打線の方がかなり大補強しましたからね、中島に加えて。そしてイベントのですね、お子様がいらしてこんにちはと。何そういうこと？よし、知らないのか、小学生。絶対知ってると思うんだけどな。さあ、横浜との2連、ごめんなさい、3連戦の2戦目、先発ピッチャーモスコーソということですね。ストレート150キロ。キレもありそうですね。チェンジアップ、ツーシームも持っています。速球中心のピッチャーですね。先発マスクは相川がかぶってますね。一塁が阿部じゃなくて橋本使ってんだよな、プロ野球スピリッツ上の原監督は。ちょっとここの采配が謎ですけど、阿部ちょっとアクシデントというかね、疲労とかあるのかな。絶対阿部が一塁に入って打線に組んだ方が重みが出ると思うんですけどね。さあ、1回の表早速ですね、ツーアウトランナー二塁、得点圏にランナーを置いた状態で高橋由伸、第1打席目です。高橋が入ります。彼はこういった場面では昨日の試合は2ホーマー放ってますからね。さあ、速球派のモスコーソ、ストレート1本で初球狙っていきます。なるほど、そうですよね。いいですね、狙ってたストレート、バックホームする。これで狙ってたストレートを叩きましたけども、ここは慎重に行きたいところですね。ライト前ヒットで当たりが良すぎてちょっとね、セカンドランナーは帰ってこれませんでしたけども、ツーアウトランナー三塁一塁、引き続きチャンス。甘いコースでしたが、まずはシュート1球目ですね。さあ、2球目はなんだ。空振り、スライダー、ツーストライク、追い込まれてますね。三塁ランナーは坂本勇人。三球目はインコース打ちました、いい当たり、セカンドの左に抜ける。ちょっと、スタートが遅れてしまいましたね、すいません。ただアンダーソンがきっちりとセンター前に運んで1点先制です。ベイスターズなおも二塁一塁のピンチです。小宮山さん、先制点を奪われてしまいましたが、これは何だろうな、今のボール。こういう場面ではやっぱり怖い存在ですよね。立ち上がりを攻められて先制点を奪われました。1点止まりですね。1回の表ジャイアンツの攻撃は1点先制止まり。1回の裏、これからベイスターズの攻撃が始まります。さあ、ベイスターズの方ですね。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。なんだなんだ、今日の先発セイウチか。で、一塁はごめんなさい、橋本じゃなくてアンダーソンが一塁に入ってますね。まずはこの先頭バッターを出していきたいところです。1番は、松本ということで、左打者なのでもしかしたら飛んでくるかもしれない。見逃して三振ですと思ったんですけど、杉内が三振に切って取りました。さあ、ジャイアンツの方がですね、2回の表に1点さらに追加して2対0、2点リードの場面で高橋由伸、3回の表この回の先頭打者で登場です。ピッチャーとしては今どんな心境なんでしょうか。そうですね、もうこれ以上点をやらない。入ったか、これは大きな打球になった。どうだ、入らなかったか。
バッターランナーは当たりは良かったんですがね、フェンス直撃のツーベースです。ノーアウトランナー二塁です。さっきはストレートが真ん中にライト前ヒットでしたからね、2本目のヒットですね。ジャイアンツは1点ずつ4回まで毎回得点して4対0。モスコーソがまだ投げてますね。ツーアウトランナーなしですね。ストレートの使い方を考えたいですね。おっとストレート厳しいコースに来ましたね。外角低めにギリギリいっぱい入ってます。さあ次のボールは、さあ2球目は何か。うわチェンジアップか。あっという間に2ストライクです。見込まれたな。さあ2ストライク追い込まれた状況でモスコース何投げてくる。シュートボールですね。厳しいコースに投げてきましたね。微妙に外れてます。ワンボール2ストライクです。次の球は落ちる球できました。これで平行カウント2ボール2ストライク。そろそろストレート来てもおかしくない。次が5球目。真ん中に来た。打ちました。いい打球だ。これは入っただろう。ライトバック入りました。打ちなしですね。第2打席目はちょっと届かない、フェンス直撃のツーベースだったんですが、今回はきっちりとね、ボールを見極めて甘く入ってきたストレートをレフトスタンドまで運びました。運ばれてしまいました。ホームランです。タイミングが合ってましたからね。厳しいボールばっかりだったんですけどね、粘って粘って甘い球ストレート真ん中に入ってきました。これ今年吉野部三冠王あるな。打率打点ホームラン。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出れば、サイクルアンダー達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。ちょっとこれはボール球でしたね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。次が2球目。おっとストレート差し込まれました。取ってスリーアウトです。内角高めの、ストライクゾーンのストレートでしたけどね、球威に押されてショートフライです。さあ高橋由伸はもう退いてますね。試合の方も6対1ということで、ジャイアンツ2連勝です。 DeNA 相手に残念ながら DeNA ベイスターズ敗れてしまいました。西さん、やはりチーム状態があまり良くないんでしょう。 DeNA 筒香とかね、どういう状態になってるんですかね。実際のリアルプロ野球の方でも筒香今年ブレイクするんじゃないかということでした。今筒香2号ホームラン打ってましたね。セーブドームの試合がフューチャーされてます。菊池雄星じゃないのか、菊池康則の方でしたね。その他の試合結果ですね、ヤクルトが勝ってタイガースが勝ってる、これ昨日もそんな感じでしたね。昨日というか、この前の、この1個前の試合ですね。パリーグの方ではファイターズ、ライオンズ、オリックスが勝ってます。さあ横浜との3連戦の第3戦です。ちょっと能力の方をアップできるものあるんじゃないかと思うのでアップしていきましょう。ミートがだいぶアップできましたか。あとパワーはというと、あと走力も疲労回復も上げたよな。あとは守備ですね。肩かな。でもここはね、さあ能力を上げてですね、第3戦の方に入っていきましょう。 DeNA の先発はですね、高崎健太郎と
ストレート、スライダー、チェンジアップ、カーブにシュート、ストレートマックス148キロですね。あと縦のスライダーとカットボールも持ってますね。さあ今日も4番ライトでスタメンです。アンダーソンがなんか声かけてきましたね。ファイトね。今日の先発マスクは相川がかぶってますね。さあこの3連戦の第3戦も取って3立てと狙っていきたいところですけど、由伸の方は三冠王、3割30本、30盗塁は難しいと思うんですけど、100打点っていうのをね目指していきたいと思います。このままいくとホームランはね多分50本は超えるような勢いで打ってますね今のところ。照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます、横浜スタジアム。さあまず1回の表、ワンアウトランナー2塁、1点すでに先制した場面、セカンドランナー得点圏に置いた状態で高橋由伸、第1打席目回ってきてます。打点ランキング現在のところ25打点上げてトップです。さあ高崎健太郎、1球目何投げてくるか。まずはシュートですね。際どいコース見送っています。内角に外れてワンボールです。さあ第2球は2球目は何で来るか。縦のスライダーですね。ちょっとキレがないというか、曲がり方というか落ち方が鈍かったですけども、縦のスライダーが外れて、ツーボール。3球目は何で来るか。これは今度のスライダーは切れてましたね。バッテリー苦しくなってきました。ただ3ボールですね。これは歩かされるかな、もしかしたら。もういや勝負してきた。ファウルになります。ストレートですね、内角のストレート。うわー、ファール。2球続けてファールで3ボール。フルカウントです。どう、失投が来たんですけどね今ね。うわー、最後はスライダー、タイミング外されました。踏ん張っています。さあ守備機会が回ってきます。まず最初の守備ですね。変わりまして1回の裏ベイスターズの攻撃です。ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。すごい、やっぱり4番に、ね、守りますジャイアンツはってます。あと田村とかもちょっと元気ですね。田村とかはね、ジャイアンツマウンドに上がるのは嬉しいですね。大竹。さあベイスターズ打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。今日の先発は大竹誠ですね。松本が打席に入ります。先頭バッターとしての仕事をしたいところ。さあワンストライクの場面でインコース詰まりました。ここはフライになっています。アンダーソン、アンダーソンが追いつきましたね。ただ筒香というか DeNA が1回の表に2点返して、ジャイアンツが、ね、2回の表に1点返して2対2の同点になってますね。4番高橋。さあワンアウトランナー1人で第2打席目回ってきました。初球カットボール外れてますね。カットも持ってたな、そういえばな。さあワンボール。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。ゲッツーは嫌だよ。そうですか。さあバッテリーどう組み立てる。これはちょっと打ち上げたな。全体だけ伸びる。ストレートでしたね。ちょっと低めに来てた。あ、ストレート打ち上げてしまいました。さあ試合の方はですね、 DeNA が2点リードしている場面ですね。6回の表ノーアウトランナー1塁でピッチャーはまだ高さずら投げています。ここは一発狙いでいきましょう。1球目はチェンジアップ外角に外れてます。そしてジャイアンツが大竹、この2人の投げ合いとなっています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球です。これは強烈な当たり。ちょっと当たりが良すぎて、2塁まではいけませんでしたね。これで10試合連続安打、ノーアウトランナー3塁1塁。いやー、すごい当たりでしたね今のまだ100球には達していませんが、ワンアウト満塁になってますね。
一打出れば確実に目をつんでいきたいですね。二塁ランナーの高橋由伸、本塁に突入かどうかというところですね。できれば三振を取りたいですね、ここは。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。このボールは見送るのが、このスライダー切れてるな、今の高崎のスライダーね。村田、バッターは村田修一。このセカンドから見るのも面白いですね。ストレート135キロ外れてます。スタートがうまくスタートが切れたらね、本塁に突入したいと思うんですが、これは本塁まで帰れますね。サードランナーセカンドランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今同点のホームを踏みましたね。ジャイアンツここは抑えておきたい。さあ同点に追いついて、2回同点に追いついて勝ち越しのチャンス、ツーアウトランナー1塁、7回の表です。ピッチャーは変わってるかな、国吉に変わってますね。投手のデータを確認させてください。国吉、ストレート、スライダー、フォーク、カーブ、あとスピードファーストですかね。この辺りが持ち玉ですね、国吉ね。ちょっと角度がつかないな。今のも非常に甘いストレートだったんですけどね、ライト前ヒットですね。ベイスターズとしてはこれで一塁三塁とされています。ただ当たりはすごく良かったはずです。もう少し慎重に行きたかったですね。さあアンダーソン、勝ち越しのチャンスになりました。嫌なバッターに回ってきましたね。また初球打ち、いいところに上がった。ただこれはライトライナーフライ、まあライナーかな、当たりがね良かったですけどね。ご覧いただきましょう。ただほぼ定位置にいましたね。さあ今度は守備機会が回ってきましたよ。バッターは筒香ですね。ノーアウトランナー一塁の場面です。ただここは西村が見逃し三振に切って取りましたね。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。ファースト掴んでツーアウト、ツーアウトランナー一塁と変わります。トントンとバッターボックス石川、先ほどの打席でツーアウトまでたどり着きましたけども、この後はどうだ。変化球空振り、ここも空振りか。西村はね0点でよく抑えましたね。さあ高橋由伸、最後の打席になるかな。1点リードの場面になりました。打順は4番、ワンアウトランナー1塁、ピッチャーは小林に変わっています。小林はですねストレート、スライダー、チェンジアップにドロップカーブと、あとはフォークボールもね持ち玉で持ってますけどね、ストレートで待ちたいと思います。まずはチェンジアップですね。そうですね、低めでボールを打たせたいですね。なるほど、そうですか。さあもう1球ストレート1本で待ちます。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。うわー、チェンジアップか、甘いところに来たんですけどね。ちょっとストレート待ってたんで、チェンジアップね全くタイミング合いませんでしたけども。さあ次あと変化球も頭に入れておきたいと思う。これもう1球チェンジアップでしたね。取ってアウトです。チェンジアップ打ち上げてしまいました。さあ最後の守備ツーアウトです。9回の裏バッターは後藤。今日はここまでマルチ安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。これはセンターフライかな。そうだね、長野が取ってゲームセットということで、DeNA との3連戦は3連勝ということですね。これで DeNA 開幕から6連勝ですね。対 DeNA 6連勝と。
げましてあげましょう。そっとしといてほしいなら話しかけてくるんだよな。はい、というわけで今回はですね、DeNA との3連戦をお届けをしました。高橋由伸の活躍もあってですね、3連戦は3連勝で、クリアすることができましたけどね、次戦はタイガース戦ということで甲子園に乗り込んでの試合になります。今回はここまでにしたいと思います。次回阪神戦ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。